ターを止めに来たの。ねえ、マジやめなって、危ないよ。ああ、けど一度はあん時と同じ場所から入れば。そんなの何も欲しけど、他の奴らみたいに。たそうだけど、お前はどうする？このままほ、そうだよな、お前がそういうやつ。心配すんなって、ちゃんとか。え、俺らこれ巻いたまま中入るから。な、何それ。お前にはこれ、ないよりいいかなと思ってさ。よし、じゃあ行こうぜ里中。ここは見ろよ、前と同じ場所じゃ。き、君たち、なんでま。わかった、はに。お前、こないだの、てか今なんつった。最近誰かがこの中に人、そのせいで、こっちの世界はどん。君たちはここに来れる。よって、一番怪しいのは君たちこそ、ここへ人を入れてるやつ。なんだそりゃ、こんなとこ放り込まれたら、で、そんな危ねえことするって、おい。なあ、今思ったんだけど、まさか、先輩や山の、その誰かってのが、なあ、もしも誰かが花から殺す気でだとしたら、ごちゃごちゃうるさいクマね、君らここは一方通行、クマが出してあげないと。うるせえ、お前の力なんて借りなくてもな。見ろ、なあ、てめえ調べが済んだら。モッキー、シラクマずっとここに住んでるけど、証拠あるクマか、放り込んでるの君ら。違うって言ってんだろ。てか、それより、こっちの質問に答えてもらうぞ。いいか、俺らの世界じゃ人が死んでんだよ。知ってること話せ。絶対こ、霧が出るたびに死体？そっちで霧が出る日は、こっちだと霧が晴れるくま。霧が晴れると、シャドウが暴れる。はっは。はぁ、俺らのとこが霧だと、こっち。そうなると危ないから、早く帰さ。質問は、君らが犯人なのは分かって。だから違うって言ってんだろ。いい加減切れそうだぜ。な。は、犯人かも、ただ。はぁ、つい、だいたい、ここで何か撮ってる。おい、もしかして。おかしな番組？何って、だから、放り込まれた人間を。ここはもともとこういう世界クマ。ここにはクマと、あのな、こっちはお前もシャドウっていうか、俺らに証拠だ、なんだお前こそ。実大体なんだよ、そのふざけた格好。うわっ、なんなんだよ、な、クマが犯人だなんて、クマはただただここで、君たちが犯人じゃないって。でもその代わり、本物の犯人約束してくれ、ここから出してあ
で、このままじゃクマの巣もついしたら、よよよ。な、何急にな。ああもうほんと調子狂うぜ。おい、どうせ。あなたはこれから向かう地にでは。頼めるの、君たち。くそ、出さないとか。けど、いろいろ知りたくて来たのは間違いない。俺たちで犯人を探せか。俺は花村陽介、一応名乗っとくぞ。でこいつはお前、名前はなんてんだ。クマ。まんまだな。おい、けど犯人探すってどうすりゃいいんだ。それはクマ。でもこの前の人間が。この前の人間って。この前ここで消えた人間クマ、何か手がかりがあるかも。あとそうだ、案内。なんだよ。うわ、すっ、こないだと視界が全然違う。霧の中を進むのに、まあ、クマはここに、が、でもクマにできるのは案内だけ。頼りにならねえじゃんか。わけは、武器は持ってきたけど、その、来たばっかの俺らより、危ないなら、お前がなんとかしろよ。無理無理、筋肉ないもん。クマは、少し離れたところか、わかったクマ？うん、こいつしょぼすぎ。こんな弱いのと犯人探すの。そうだ、さっき言ってた小西先輩。何でもいいだろう。とにかく先輩がここにいられたかの、もっと何かわかるかもしれない。うわ、待って。な、なん、一体ど、最近おかしな場所がし、いろいろ騒がし。ところでお前、いざとなったら逃げ。そんなことな、いや、あんまり近くにいたら。は、しかし、てか、町の、なんでって言われても。ふん、あい、けど、ここ。やっぱり、先輩、一体な。ちょっと待つくま。シャドウ。
ザナギ。どんな攻撃をしたかは。すっげえ、ペルソナって言ったよな。てか一体何したんだ。俺もだ。落ち着け、ヨスケ。いやはや、先生はすごいクマで、こんなすごい力を隠してたなんて、もしかして、このせ、ふむ、よっ、だ。何急に俺だけタメ口になってんだ、調子。はい。まあでも、お前のバックアップもなかなかだったけど、ちょっとだけ見直したぞ、クマ。そうクマ？よし、お前らのおかげで、なんとか操作再開。にしても。ジュネスなんて潰れる。ジュネスのせいで。そういえば。まあ。ジュネスのせいでこの娘さんがジュネスで働く困ったく。おい、ここはここにいる者にとってのゲそれ、ここに迷い込んだせクマは上等だよ。一体何がどうなってるのか。何と言えば分かるんだよ。さこお前は近所からどう代々続いたこの店の長女として金か、それとも男か。なんだよ、バイト楽しそうだったし、こんなのが本当に先輩。これ前に何ずっと言えなこん私ずっとねうざいと思ってた。仲良くしてたの店長の娘、勘違いして盛り上がって本当うジュネスなんてどあんなののせいで潰れそうなうちの店全部ね先輩は悲しいな、かわいそうだな。てか、何もかもうざいと思う。あれ？お前、誰だ？俺はそんなこと、よく言うぜ！いつまでそうやって格好つけてる気だよ！商店街もジュネスも、全部うぜんだろ！何言ってる？お前は孤立すんのが怖いから、うまく取り繕って一人は寂しいもんね。みんな小西先輩のためにこの世界を調べに来ただ。何焦ってんだ。俺にだって俺はお前なんだからな。お前は単にこの場所にワクワクしてたんだ。何か面白いもんがあんじゃないか。違う。カッコつけやがってよ。あわよくばヒーローになる。大好きな先輩が死んだっていう。お前なんなんだ。俺はお前ふざけんな。お前なんか。いいぜ、もっといいな。俺じゃない、
お前は俺じゃない。ふん。ああ、そうさ。俺は俺だ。もうお前なんかじゃない。退屈なものは全部ぶまずはお前からだ。痛くなれ。いつまで耐え。さっきのやつよりがぜん強そう。危険を感じ。ダメやがって。弱点をガードしてる。防御してるクマ。そら痛くなれ。けど、お前は俺で。これが俺のペルソ。
あの時あれも先輩これ以上ねって、お前がいてくれて。なあクマ、もしかして先輩はこさっきおた、ここにいるシャドウもでも霧が晴れる、さっきみたいに意志のある強いシャドウ、それがよ、もともとこっちの世界はもう何の声も聞いた。なあクマ、お前ここがさっきの商店街、あれは死んだ二人がこ、つまり二人が入った、今までなかったことだからわからないけど、ここで消えた人たちもきっとさっ、ここの霧は時々吐く、まあ怖くて最初の時もその次もきっと、つまりだ、先輩や山のアナはそのうち体から、あの、そういうことな、なら俺もここの木間違いないと思う。それにさっきはせん、くそ、先輩たちたった、よし、二人ともここが晴れた、なのに僕らシャドウたちすごく経過危険だけど、でも俺らならこの先また誰かが放り込まれてもその人を救えるってことか、消えちまう前に俺自身が、とにかく、そうか。シャドウが人から。お前。この世界のことならいくつちゅうか今。まじつかそんな。ま。や。じゃなきゃここから。必ず、違うとこから入ると違うとこに出ち、もしそれがクマのいけない場所だ、以上、んじゃ、おーいっす。さてどう、まず向こうに店員とか来ちゃってないか、行って行って行って、もな、だから